〇〇選手のここはほんまにすごい、誰のどこ。あー、え、これまたさきさんになっちゃうんですけどいいですか。もちろん。さきさんのリーダーシップというか、こう発言する説得力じゃないですけど、こう発言に対してすごい重みがあるというか、やっぱ経験してきた数も違うので、なんかこう、さきさんに言われると、ああって なるような感覚が自分の中ではすごいするので、さきさんのリーダーシップとかこう発言の重みがすごいなと思います。さきー！めちゃくちゃ尊敬されてるぞー。次いきます。はい。WE リーグに今後期待することは？まあ今はまだ、少ないですけど、やっぱイタリアも今年プロリーグ1年目になって、いろんなこう国から選手を呼んだりしてるので、まあ、これから WE リーグももっとこう海外の選手たちがたくさん来てくれるようなリーグになると、やっぱこう WE リーグの中でもその海外の選手のスピードだったり強さっていうところを体感できるようになると思うので、そうなるとこう日本から海外に行きたいって思う選手とかも出てくるかなと思って、まあこう外国人選手が増えてほしいなっていうのは思ってます。じゃあちょっと似てんねんけど、今の質問と WE リーグとセリエ A の違いは。これはあれですか、プレーとか。あ、まあ、なんでもなんでもいい。あー、そうですね、難しいな。けど自分が思うのが、サッカー自体の見せ方というか、こう SNS の活用とかもこう全然違うなっていうのを感じてて、で今日本もすごい力入れて いろいろこうやってくれてると思うんですけど、こうイタリアに来てから、まあ、本当ゴール横で GoPro を持ってるあのスタッフの方がいて、もう本当真横でゴールシーンを撮ってくれてるとか、でもうウォーミングアップの映像をアップ中にもあの SNS に投稿したりとか、すごいリアルタイムで投稿してくれたりとか、なんかこう見に行きたいなって思わせてくれるようなこうプロモーションがすごいなっていうのは感じているので、そこはなんかこうもっと日本も変化させていけるんじゃないかなってイタリア来てからは感じてます。でもほんまにそうやでな、なんかさ見せ方がうまいよな。あ、すごいなって思います。本当に見に行きたいって思うもん、かっこよく見せてくれる。そうなんですよね、なんかこう自分がもしこうサッカーが好きでこの映像を見たら、あ、一回見に行きたいなって思うようなこう SNS の使い方をすごいしてるなって感じてるので、それは多分日本でも絶対できることなんじゃないかなと思うので。子供たちがさ憧れるさ見せ方じゃん、海外って、うんうんうん、あの人たちで。でも日本ってなんか結構こう、まあ、ターゲットがどこなんだろうって思っちゃうようなさ見せ方をしてる部分もあるからさ、そういうのがやっぱこう未来のね少女たちに向けてとかってなったらもっとねいいよね。はい、なんか変わるんじゃないかなって思います自分も。違いない。はい、そしたらサッカーモードここで終わりです。テイストチェンジいきます。はい。あ、やばい、これわかんない。ごめん、それ食べなくてもね。ごめん、サミちゃんのまだ出てなかった。待って出てないし、あの説明少なすぎ。いや、見てたらわかるかなと思って。まだ後編出てない、前編しか見てなかったです。ごめん前編しか見てなかったか。まあテイストチェンジも、はい、さっきのサッカーボード的な感じでテイストチェンジってなんかやってくれたらいいが。あー、わかりました。いいよ、いきます。テイストチェンジ。いいね。そしたら自炊するなら得意料理は？あー、難しいな。自炊するなら、まだちょっと自炊初心者なので簡単なのしか作ってないんですけど、野菜の肉巻きは結構自分の中で簡単で、あの美味しく作れるかなって。すごい、なんかもう野菜の肉巻きって聞いただけで美味しそう。いやでも肉にこうバーって巻くだけなので、あの初心者でもできます。え、野菜に肉巻くってこと？あ、そうです、野菜を切って、でそれに肉をこう、ま、巻いて、あの薄いお肉を巻いて。はい、次いきます。はい。愛とお金どっち派？うわー、愛とお金、難しいけど、え、愛。
愛って言うと思ったえ、じゃあその理由は、そうですね、なんかお金が、まあ、なくてもというか、別にこう好きだったらそこまでお金のことを気にしないでなんかこういろいろ決めていくかなって気がするので、まあ、お金があっても好きじゃなかったら好きじゃないしみたいな、やっぱ愛の方が大事なのかなって感じです。もうそれは純粋に愛です。次いきます。好きなタイプ、好きな仕草は、なんか好きなタイプ、見た目とかいうよりもこう気があったりとか話が結構弾む人が自分はいいなと思ってて、好きな仕草、難しいな、なんか優しさをこうあんまり表に出さないでこう見せてくれるような感じの人は、あ、いいなって思っちゃうかもしれないです。こう、どういうこと、ちょっと待って分からへん。なんか例えば自分が気づかないような優しさを出してくれるような、なんか難しいんですけど、例えばこう、まあ、こう道とか歩いてる時にこう無意識にこう道路側にこう立ってくれてるとか、あ、気づかなかったみたいな、多分そういう自然な優しさはこう嬉しいなって思っちゃうかもしれない。あ、分かった分かった、そういうことね。はいごめん、理解力乏しくて。いやいや、なんか難しいです、言葉にするのって。でもなんか普通はさ、優しさをさ前面に出してくれてる方が嬉しいって思うタイプの人が多いじゃん。あ、なんかそれって結構みんなができることなのかなって思っちゃって、でなんかこうそれを自然にこうさりげなくやってくれてるのにこう気づいた時にあっってなんかなる気がします。奥深いですねじゃあ次いきます。おすすめのインスタ映えスポット、もしくはイタリアの観光地とか。あ、これは自分がイタリアに来てすごい素敵だなって思った場所が、バチカン市国の、あの広場はすごい、なんか自分もあんまりこうその場を見てわーって、まあ、イタリア来てが結構そういうこと多いんですけど、でもバチカンは本当に行ってうおーってなんか感動した衝撃がすごかったので、バチカンはもし時間があるなら上にも登って写真とかも撮れるんですけど、予約とかしなきゃいけないみたいなんですけど、多分そことかはすごい素敵な場所なのでぜひおすすめだなと思います。なんかバチカンってさ、イタリアの中にあるバチカン市国だ。うちも今調べてた。そうなんや。あ、でもあの一応バチカンの中にはあの国、一応ちっちゃい国なんですけど、あの普通の人は入れないくなってて、でもそのバチカンの有名な広場は、はい、そこはあの観光客の方でも入れるので、あ、そうです、その写真を撮れる場所とかにも予約して入れるみたいで、そこは本当に素敵なところだなって思います。え、すごい、行きたい。フレンチェ、あ、フィレンツェはすごく素敵なところで、今度はあのチームメイトが案内してくれるって言ってて、フィレンツェはでもあの試合で行った時すごい素敵な街で観光したいなと思ってます。はい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 。ベネチア、ベネチア、ベネチアもすごい、あ、ベネチアも自分まだあんま行ったことないですけど、はい、多分すごい素敵なところなんで行きたい。あれやんな、水の都やんな、ベネチアマナが言ってたやつだよね。あ、そう、ブチが言ったやつ。あー、ブチさんもなんか一人でローマ行ったことあるとかこの前言ってて、はい、ローマにいる間には絶対行きたいです。とはね、ブチな、そのブチの話のやつで、あのイタリア一人旅編っていうのがあんねやんか。あ、それ、その詳細はあのイタリア一人旅編を見てください。いや、ブチもチャンネルで。はい、次いきます。自分自身のことを変えるなら何を変える？もっと、なんだろうな、こうズバズバ物事を言えるようにはなりたいなって思います。そこはなんか自分に足りないところでもあるのかなと思うので、そこはちょっと変えたいかなって思います。じゃあさ、内心はさ思ってるけどさ、それを口に出して言えへんってこと？そうですね、なんか結構人の気持ちとかを考えすぎちゃってこう言えなかったりとかがあるので、
けどやっぱ伝えなきゃいけないっていうのは分かるんですけど、なんかなかなか言えない、こうズバッと言えないというか、こうやんわり伝えちゃうというか、それが良くないっていうのも分かってるんですけど、でもそこは変えた方がいいのかなと思うんですけど、なかなか難しいです。変えられないよ。衣装一緒です。アスナみたいなすごいなって思わない？かっこいいって思わない？はい、なんか結構関西の方って結構ズバッっていうイメージがあるんですけど、でも別に自分としてはそんな嫌な気持ちとかはなんないんですけど、なんか すごいなってこう 思うことが多いので、なんかそこはいいところだと思うし、自分も変えなきゃいけないなと思うんですけど、難しい。憧れのサキさんはアスナなんかよりもうズバズバ100倍1000倍ぐらいズバズバ。だからこそなんか自分すごいなってこう尊敬してる部分もあると思うんですよ。そう、自分との違いに。わかる。だからね、うちもアスナのこと尊敬してるから多分そうなんだと思う。あ、多分 そういう感じで自分にないものを持ってるのがすごいと思うね。いや、こっちは人の気持ち考えたいよ、もっと。はい、次いきます。部屋にある一番お気に入りのものは？あ、ローマに来てから寝室に結構いることが、アフハオとかもあるのでいることが多いんですけど、レッツの皇后杯を優勝して、でイタリアに来た感じだったんですけど、皇后杯の優勝 T シャツにこうみんなのサインとかメッセージを書いてプレゼントしてくれて、それをがこう飾ってあるんですけど、それはめちゃくちゃお気に入りです、自分の中で。すごい。こっちやって。です。これ。ありがとう。そしたらラストの質問です。10年後何してる？あー、10年後。10年後ですか。これは本当に分からないんですけど、みんなにはすごい指導者とかやってそうって言われるんですけど、自分の中ではちょっとまだ本当に確実には決まってないですけど、もしこう海外とかの経験の中で、まあ、言葉とかがすごい喋れるようになったりしたら、こう海外に行く選手とかのこうサポートとかをしてみたいなっていう願望は今のところ少しあって、だからこう、まあ、サッカーをしていきながら見つけていきたいなっていうのは考えてるんですけど、まあ、サッカーには携わっていきたいなと思ってます。すごい。でもさ、10年後もまだまだサッカーしてるやん。いや、多分してると思います、何もなければ。ありがとう。ラストは視聴者の、この A チャンネルご視聴者の皆さんにメッセージを欲しい。そうですね、なんかでも A チャンネル自分も見させていただいたんですけど、なんかこう女子サッカー選手のこう、まあ、メディアでは話せないようなこととかをすごい話してるので、で、まあ、なかなか聞けないこう選手の話とかを聞けるので、なんかぜひこれはみんな見た方がいいなと思うし、なんか私自身もなかなかこう話さないようなことを話したりもしてるので、女子サッカー選手にを取り上げてYouTube をしてる方って少ないと思うので、ぜひ A チャンネルを皆さん見てください。ありがとう。今回さ、 A チャンネル出てくれたやん。はい、なんか A チャンネルへのご意見とかご感想とか、今回初めてだったじゃないですか、アスナさんと お会いするのも。けどめちゃくちゃ話しやすくて、このスタイルすごい自分的には好きなので、とてもいいなって思ってます。ありがとう。で、市長さんは一緒にプレーさせていただいたこと、マッチアップじゃないですけど対戦したこともあるので、で、とても、まあ、同じセンターバックですし、プレーして一緒にこうプレーした時もそうですし、こう、まあ、結構自分の知り合いの選手とかからすごいいい方だっていうのを聞くので、で、なんかちょっとなんていうんですかね、サキちゃんっぽい性格な感じも自分の中でしてるので、はい。なんかこう、なんていうんですか、ちょっとふざけたりもするけど、根はすごい真面目で素敵な方だなっていうのは知ってたので、今回
お話できてすごい嬉しいです。で、アスナさんは、はじめましてですけど、本当に面白い方だし、個人的にすごい面白い人すごい好きなので、アイナックの時から自分は知ってるので、で、今、韓国でプレーもしてますし、こうやっぱ海外に出てるお二人だし、こう選手として自分の中ではとても何て言うんですか、親近感があるというか感じですし、なんかまたこう機会があれば一緒にお会いしてお話ししたいなって思います。ありがとう。すごい、もうすごくなんか回答がほんま、こちらもさ、こういう話をさしっかりするの初めてだけどさ、応援したくなったよね、もうめちゃくちゃほんま、ありがとうございます。だからさ、勝手にさ試合のさ告知とかしていい？してくれるんですか？してくれる。ありがとうございます。すごいなんか応援したいもん。なんか結構でもイタリアってさ、あんまりさ、そのやっぱさ、日本にいるなんていうファンの人とかもさ、情報を得られへんわけやん。そうですね。だからほんまにそれを A チャンネルでこう試合の告知とか、まあ結果とか、こうモイカちゃんがこう活躍しましたよみたいなのをちょっと告知したいなっていう。ありがとうございます。いや頑張ってほしい。はじめまして。はじめまして、お願いします。今日はよろしくお願いします。あ、いえ、こちらこそよろしくお願いします。アスとは、はじめまして。あ、はじめましてです。あ、そうなんだ。会ったこともない感じ？対戦ないの？ないですね。対戦もない？ないと思います。マジか。まあ、もゆかちゃんがユースの時かも。そうですね、知ってますけど会ったことはないです。そうなんね。ほんまに喋ったことないやんな。そうですね、ないです。初めて、はい、よろしくお願いします。これやってで、今回はもゆかちゃん質問知らないから回すどんどん。あれね、ぶっつけ本番のやつね。ベテラン組はぶっつけ本番タイプなのに、もゆかちゃんもちゃんとぶっつけ本番タイプ。いい、ありがとう。いい、ね、ぶっつけ本番の方が面白いやんな、絶対。本音聞けるから。そうですね。あ、ごめんな、うるさくて。あ、いえ、見てきたんで、Sチャンネル少し。あ、見てくれたんや、ありがとう。はい。ちなみに誰の回見てくれた？何人か見ました。さきさんの少しと、タメさんのとか、あとサワさんのとか。ありがとう。はい。じゃあ早速始めていきます。